ベルシスは川崎重工業が製造しているツアラータイプのオートバイであり、シリーズ車種として排気量別に製造されている。シリーズ最初の車種となる 650cc のバーシスは2007年に日本国外使用者として発表された。エンジンは ER-6 と共通だが、低中速域を重視して、最大出力は 60PS となっており、 車体構成もアップハンハンドルを装備し全体的に腰高となっただけでなく後輪のスイングアーム形状を変更しフロントサスペンションは倒立となっている。またライトも ER-6 と異なる形の縦目2等となり全面風防も装備されている。なお全体的な車体デザインはマルチパーパスに近いがこの車両は 舗装道路での走行を基本としたスポーツタイプの車両と位置づけられている。2010年と2014年のモデルチェンジでは共に車体とヘッドライトの形状が変更されている。なお2015年モデルよりバー v ス6 5 0として正式に排気量が記されるようになった。バー1 0 0 0は2011年に発表された。なお、このモデルは Z1000 や忍者1000をベースとして開発されたことから、マルチパーパスタイプの車体としては、異例の直列4気筒エンジンを搭載している。2017年3月15日より、日本向け仕様として、バーシス x 2 5 0 a b s アラーが発売され、通常モデルのバーシス x 2 5 0 a b s も、同年4月15日に発売された。車体は、 オリジナルのダイヤモンフレームにアドベンチャータイプの外装を施したスタイルとし、エンジンは忍者250と同型のものを搭載しているが、平成28年環境規制に適合させつつ、出力を若干アップさせている。なおツアラー仕様はセンタースタンドナックルガードとエンジンガードパニアケースなども装備されている。車輪はスポークタイプのホイールを装着し、 ある程度のダート走行にも対応させているが、本格的なオフロードについてはメーカーから走行を想定していないことが公表されている。なお、日本向け仕様は ABS が標準装備となっているが、2017年8月1日より、社名から ABS の表記が省略された。v ス x 3 0 0は250との共通車体に忍者300同様の 296cc の エンジンを搭載したモデルで日本向け仕様は発表されていない。2018年モデルモデル表記変更に関するご案内。川崎モータースジャパン2017年6月29日、バーシス X300-250 ツアラー ABS ベルシスファミリーにマッテー、X が登場。川崎一番2016年11月15日。ありがとうございます。